今回は8番バランスのカードをご紹介します。こちらがバランス、ダイアルカナ8番バランスのカードですね。で、いろんなバランスを表しています。でここが8だったりもするんですけれども、でここに剣があったり、ここにこう動物がいたり、要はその、バランスを取るということが、まんまなんですけどテーマになってますが、左脳と右脳とか、心と体とか、ちょっとこう反対なものをしっかりバランスを取っていくっていうことがテーマのカードです。でバランスの下には8番の小アルカナがつきます。クリスタルはシンセシス、融合のカードです。そしてカップ、感情はスタグネーション、よどみです。そしてワールドはチェンジ、変化です。ワンドはハーモニー、調和のカードですね。でこの、小アルカナたちもバランスがもちろんテーマになっているんですけれども、このバランスがじゃあ一体どんなバランスを各所で取ってるのかっていうのはこの小アルカナですね。でシンセシスは融合で、これクリスタルで思考のカードなので、左脳と右脳のバランスを取るということを表しています。でここがこう原石だったり、ここはもう磨かれたこう人の手が入った石なんですね。ここに電卓、人工物があったりとか、ここは自然な景色っていう、その相反するものだけど、一つのこう石は石でも原石なのか磨いてるのかっていうところでちょっと違いがあったりするんですが、そこの橋渡しをここで真ん中がしているというようなことを表しています。なので左脳ばっかりでも右脳ばっかりでもバランスが悪いので、ここに橋を渡すような考え方をしたらどうですかというのがこちらのシンセシス融合のカードです。でカップはスタグネーションなのでチャレンジカードですね。よどみなんですが、あなたはよどんでますよっていうことではなくて、よどんだら流せばいいじゃないっていうのがスタグネーションです。ね、いつも流れてると何も残らない、むしろよどんだ方がこういろんなものが残って、この中できっとこの先自分がこう成長するような要素であったり使えるものがあるから、しっかりそれを見て見つけて自分のものにして流していけばいいですよというのがスタグネーションです。ね、私はこのカードこう綺麗だなと思っていて、確かにトーンはこう暗い目なんですけど、冬のこたつみたいなイメージで、こうこたつの周りにいっぱい物を置いておくとこう楽みたいな、そういうぬくぬくしたようなイメージが実はここにあります。なのですごくそういう時があってももちろんいいんじゃないかなっていうふうにいつもこのカード見ると思います。でこの現実世界ワールドはチェンジ、変化ですね。ただガラッと変わるのではなくてバランスなので、ここ後ろが春夏秋冬になってます。こうすごく寒い時に真夏のことを考えると、すごくこういきなり夏にはならないので遠く感じるんですけど、でも確実に徐々にその季節は巡って変化してるんですよね。なのでこのあとこの虫たちがいるんですけど、こうなんとなく擬態していくものがここに書かれています。徐々に変化をしていくっていうのをここに現れています。なので明日にでも変わりたいっていうよりは、すごく自然に変化した方が自分に身につくよっていうことなんですね。そして変化してない人はいないし、だからこう安心してね、日々を過ごしてってねっていうような、こう励ましてくれるようなカード、優しいカードですね。でワンド、魂が、ハーモニー、調和のカードですね。受け入れるっていうことなんですね。そのみんながそれぞれに特徴があって、美しい、素晴らしいで、合わさるとすごくいいものが出来上がるよっていうのがハーモニーです。なのでこう自分と全く反対だからダメっていうことではなくて、むしろ何があるんだろうっていうことで、こう一緒になることですごくこう美しいハーモニーを奏でることができるから、そういうこうチームワークとか、そういうことをちょっと意識してみるといいんじゃないかなっていうようなカードになります。
で、こう全てのバランスっていうところがポイントなので、ちょっとこう分かりにくいとか劇的な変化っていうところがないので、とっても穏やかではあります。なので8番のカードが出た時は、こう徐々に変わっていくこととか、継続することで身についたことってなんだろうとか、その苦手だなと思うことも少しずつやってみようとか、そういうことをちょっと意識してリーディングすると分かりやすいかなと思います。以上8番バランスのカードでした。